はいじゃあ何か質問がありましたらどうぞはいえっと3つ質問させていただきたいんですけれどもはい、はい、えっとまずそのそもそもなんでその片方の鼻を押さえるだけで息が奥まで入るようになるのかっていうのが知りたいですはいあの2つの穴で吸う方が楽ですよね半分よりね楽ですねやりにくくなる あそうですねやりにくくなると気をつける、はい、集中もするはいで丁寧にもなる丁寧にもなるやりやすいと適当にもできてしまうわけれども、はい、やりにくくするっていうことで意識が濃くなるそうするとやっぱり敏感にもなるわけですよはいあとそのなんか筋トレなんかもそうなんですけど はい、負荷を加えるっていうことの効果っていうのがあるんですよね。あはい楽々よりも抵抗がある例えばバーベルを持ち上げるとしたら抵抗になるじゃないですか。はくい。あはい。はい、あのー、まあ今日前,前半というかそのコンプレックスの方でも話をしましたけども、はい、俺だと鼻が悪い耳が悪い。はい やりにくい人より劣ってるのは素晴らしいんだって言ったじゃないですか、はい。本当にやりにくい状態を意図的に作るっていうことがすごくこう上達につながるっていうのがあるから何、うんはい、でも楽々っていうんではなくて自分がしっかりとこうやりにくいなだからっていうその自分で考えたりとか活性化したりとかっていうことがまず一つあるのと。 はい、もう一つにはその神経生理的な面が何らかあるような気がするうーんただそれはよくわからない片鼻呼吸でもしかしたらその脳的な何かあるのちょっと調べてみようと思うんですけども、はい、何らかそれ片鼻ということでそのあるかもしれないと思うぐらい、はい、やっぱり片鼻でやるときにすごくその効果っていうのはす,すぐ出やすいですよね。あ 本当にそれはそう思いました。自分がその深く据えている意識っていうのが、やっぱり楽々だと別に普通でしょって終わっちゃいがちじゃないですか。はい。そういうその抵抗を加えるっていうことは、まず一つあるでしょうね。ああ、はい。はい。よろしいでしょうか。はい。じゃあ二つ目、どうぞ。はい。えっと、右と左でこう片方だけ詰まっている。こう鼻詰まりの場合、または息が吸いにくい場合は、その右だけ。 例えば、右が詰まってたとしたら、左だけでやるのか。それとも、こう、ちょっと吸えるから、右左両方やるのか、どちらかを教えていただきたいです。これはさっきの質問より、はむしろ複雑。あ、はい。っていうのは、鼻詰まりじゃなくて、吸いにくいってことは。はい。体の歪みが関係していると思うんですよ。ああ、はい。例えば、肩でも、利き手の肩の方が凝りやすいとか。 あはいでも利き手の方をかばうから反対の方が凝りやすいとか個人差もあるしはい骨盤のゆがみ、はい、例えば利き足とかはいそういったものが全部影響する。あそこに来るんですね、うん、だから体のねじれゆがみ何らか部分的な筋肉の凝りはいそういったものが影響して吸いにくいっていう場合は。はい 吸った方がいいいでですちゃんとはい、で俺だったらほら、あのー、吸いにくいわけじゃないですかめちゃくちゃはいだから吸いにくいから1秒でいいよねって話じゃなくって、はい、吸いにくいからどうやったら吸えるようになるんだろう俺の場合は,は広げるでしたけどはい自分がこう吸いにくいなでもちゃんと3秒吸おうであ肩が窮屈になってるなとかあ、はい、あ足両膝ね はい、の向きでこっちだけちょっと違うなとか、はい、重心の位置がちょっと寄ってるかもしれないとか<ー>自分が鼻を上から潰す時に腕の角度指の角度そういったもので妙な癖がついてっていうようないろんなことが考えられるんですよ。そうなんですねでやりにくいのをやってみることであここかもって言ったらそこが楽になっていきますよね今度ね。 そうですね。だから、それはちゃんと吸った方がいいです。あはい、ありがとうございます。よろしいでしょうか。はい、じゃあ、三つ目を。はい。えっ、ー、と、こう、例えば、ちょっと鼻が吸いにくいっていうので、三秒間までに。こう、最後まで、たくさん息が吸えない場合は、三秒を優先した方がいいのか。それとも、最後まで吸うっていうのを優先した方がいいのか。どちらかを教えていただきたいです。これは、二番目と違って、鼻詰まりの場合ですよね。 鼻づまり、うん、そうですね。<ん>微妙に違ういや、なんかあの私、ちょっと鼻炎も実は入っているので、<ん>そのどちらで詰まってるんだろうっていうのを一瞬ちょっと考えましたけど、もし鼻炎的に吸いにくい状態だとすると、はい、それは鼻腔が腫れてるじゃないですか。 鼻喰、はい、が腫れてるっていうのは筋肉のこりをほぐすみたいにはほぐれないのではあそうですねその鼻の、うん、こう管の腫れとかそういう例えば風邪で鼻づまりとかっていうのは、はい、それは無理をしてはいけないものなんですよ。ああはいで無理してもどうにもならないんで <laughs> あはい花ぶの方の吸いにくさは、はい、もう無理しない吸える方ですってくださいということです よろしいですか。はい、ありがとうございます。えっと質問はこれで以上。はい、以上です。はい。じゃあ今日の講座っていうのはこれで終わりますけれども、はい。まあ何か思いついたこと、思い出したこと、何でもいいんですが、はい。感想、特にまああなたの場合は本当に明日本番があるわけじゃないですか。<laughs> はい。<laughs> そういったようなものも含めて何らか何らか感想がありましたらお願いできますか。はい。 えっと、今回やってみて、その、先生に教えていただいたことを、まあ、事前にやっていたけれども、こう、自己流にちょっとなってたりとか、あと、こう、力んで、無意識に力んでしまってたっていうのが分かって、で、あの、なんていうか、実際に、こう、先生と一緒に、こう、吸って吐いてっていうのをやっていくうちに、その、本当にこんなんでいいのっていう発生、 のなんかその感覚がちょっと今日分かるうん、うん、分かることができた <laughs> のでその明日までこう吸って吐いてっていうのを最後まで意識して、うん、でもうまあ本番は真っ白になるかもしれませんがそれでもそうですねその吸って吐いてっていうのを意識してできたらなというふうに思いました。ですね。 おそらくですけども、はい、明日の本番はこれまでよりまあ、真っ白になるとしても、はい、歌ってる。最中に我に帰れる瞬間っていうのがいつも以上にあると思いますよ。はいで、ふっと我に帰ったら自分のベロだったり、はい、姿勢だったりまあ、歌ってる時は口ですると思うんですけども。はい、もう背中が窮屈になっていないかとか。 うん首もピキンっていうぐらい張り付いてないかとか、はい、そういう確認とかっていうのができるぐらいのふっと我に返る瞬間っていうのはあると思うんで、はい、そしたらも持ち返すというかそうですね、うん、またそこでいつも綱渡りのように。 はい、もう出だしたらボーリングのボールだったら投げたらあとは知らないけど <laughs> <laughs>、はい、綱渡りのようにゴール歌い終わるまでずっと神経張り詰めてるっていうのがいいパフォーマンスなんで、はい、そういう状態でもう途中で我に返るそういうのはもう十分ありというか大切なことですから。 はい。もう出たところ勝負。わあ、やった。ああ、終わっちゃった。ああ、ダメだったな。そういうんじゃなく。<laughs> はい。やりながら途中、途中でも絶えず修正っていうふうにしていくと。はい。やっぱり聞き手からすると、丁寧に歌ってんなあっていうふうに思われるんですよ。はい。それはいいことじゃないですか。すごくいいことです。はい。じゃあね、今日のことを踏まえて、明日素晴らしい本番が、なんていうかな、こう。 自分の例えば音外したとかそんなのあってもいいんですよ歌詞間違えたとかはい。自分の歌い終わった時の達成感、はい、充実感みたいなもので素晴らしい変化があったらなというふうに思いますはいはいじゃあ今日はここまでとなりますけどもよろしいですかはいじゃあこれで終わりましょうかありがとうございましたありがとうございました